スライムガールズが新メンバー加入、はい、聞いてないです。聞いてないですか？聞いてないです。いつか、いつですか？さっきです。さっき誰が入ったんですか？聞きますか？じゃあいつ入ったの？今日は何があるって聞かされてるんですか？スライムガールズの追加メンバーをのテストをするっていう風に聞かされてます。追加メンバーですか？はい、そうですね。でも今ギリギリまでみんな練習してたし、いつも頑張ってるのできっと大丈夫だと思います。楽しみにしてます。今飛び出すの強すぎるダンスに、うん、自分なりの表現でやっていくもんやけど、まず普通の正しいの覚えな。お前時間あっただろ、覚えろ。だからポテンシャルすごい高いと思う。中1だっけお前？はい、中1です。にしてはすごいいいと思う。ありがとうございます。スライムガールズ相手はセンターでやると思う。だからしっかりと普通の正しいチームダンスできるのをまず覚えな。はい、はい、マイコ、はい、マイコはテスト2回目やけど相当良くなってるよ。ありがとうございます、うん、すごくいいと思う。はい、なんかまあ、今日6人で一番良かったのは、ありがとうございます。平均点的に、はい、表情も良かったし、はい、ダンスも良かったし、しっかりできることはできてたと思う。このまま今まで感じで練習しない、はい、いいと思う。ありがとうございます。はい、ナコ、はい、ナコ表現力はすごく高い。ありがとうございます。で、できない動きは結構ダンスやってたことあるの？いや、ちょっとやってました。あ、そうなの。なんか結構体が動いてるの。できない動きあんまないの、お前って。今のレベルの曲だから、はい、だからこれが10番とか7番の曲やってみなって多分できなくなるんだけど、今のレベルの曲だったら君結構体の稼働ができてるのさ、はい、だからそれはそれでいいんだけど。ありがとうございます。なんかダイエットしないとステージに立てないね、はい、間違いなくパワーも立てないもん、はい、だからそこ必須かも。自分の課題にした方がいいと思う、はい、ただアリスは絶食禁止だからしっかりとご飯を食べながら自分で上手に痩せていかないとね。はい、どうでしたか？いやー、私たちも最初こんな感じだったんだなと思って、なんかプレッシャーっていうか、なんか前はなんかすごい人数増えて、なんか自分もその分頑張ろうって思えるってずっと思ってたんですけど、なんか増えた方がいいってずっと思ってたのにすごい怖くなりました。緊張しました。でも踊ってる時は楽しかった。緊張しますね、発表まで。はい、多分寝れない。なんかずっと携帯チェックしてそうです。